ジョージ・ラウザのシアレンギンターのシガレットカードパイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズジョージ・ラウザは18世紀のイギリス人海賊。ラウザは王立アフリカ会社の航海士だったが、その労働環境に不満を抱き海賊に転身した。ラウザはその生涯において33隻の船を襲った。1721年初頭、ラウザは 王立アフリカ会社の持ち船の二等航海士としてガンビアに派遣された。ラウザの船はガンビア湖半近くの砦を警護するための兵士を乗せていた。現地到着後劣悪な労働環境などにより兵士たちの間に不満が募り始めた。そのためラウザと兵士たちは反乱を起こして船を奪取しガンビアから逃げ出した。イギリスに帰国したところで 極刑は免れないと感じていた。ラウザは船員たちを説得し海賊に目を転じた。ラウザの海賊機海賊への転身を機に船名をガンビアキャッスルからデリバリーに変更し、八つの船内規定を作成した。一週間後、バルバドス島近海にて最初の略奪行為を行った。その後、同等生誕沖でフランス船籍のスループ船からいくつかの貴重品と、 先を略奪した後、船名をデリバリーからハッピーデリバリーに解消した。船底掃除が必要になったので近くの島に上陸した。この島には休憩も兼ねてクリスマスの時期までとどまった。島での休息後ホンジュラス湾に向けて出発したラウザは水の補給のためグランドケイマン島に立ち寄った。その島で海賊エドワードローと出会ったのでラウザはローを。 海賊団にスカウトし、彼を自分の副官に任命した。ホンジュラス湾に到着したラウザは、そこでスループ船を発見し、それを自分の船団に加え、砲8門、回転砲が10門を備えた船を牢の持ち船に加えた。ホンジュラス湾での略奪後、船底掃除のためグアテマラのアマティック湾に上陸した。この地でラウザは、 先住民に襲われ、ハッピーデリバリ号は破壊された。1722年の初め、先住民の襲撃により積み荷を失った、ラウザ一行は西インド諸島に流れ着き、そこでブリガンティン戦2隻から食料を略奪した。1722年の5月、ロウはラウザの海賊団から44人のクルーを引き抜き自らの海賊団を結成した。 アメリカ東岸にやってきたラウザは、そこでエイミ号のガトキンズ船長と戦闘になった。激戦の末、勝ち目がないと判断した海賊団は、その場から逃走しようとしたが、エイミ号の妨害により船が座礁してしまった。それを見て、とどめを刺すために船を出してきたガトキンズ船長だったが、上陸した海賊に銃撃され死亡した。なんとか、エイミ号を追い払った。 ラウザは壊滅状態の海賊団を率いて、ノースカロライナの入り江に身を寄せて、しばらくの間そこでサバイバル生活を送った。ニューファウンドランド島南の浅瀬で、スクーナ船から食料を補給し、再び活動拠点であるカリブ海に向かった。一味は船底掃除のため、ベネズエラに位置する周囲6マイルの小島ブランキリアに上陸した。ラウザはこの島の北西部にある入り江で、 船底掃除を始めた。船の清掃作業中、南海会社所属のウォルター・ムーは船長に引き入られたスループ船に襲われ、戦闘を行ったが、最終的には降伏し、捕らえられた。ラウザと12人の部下は、船室の窓から脱走したが、1週間後には5人が拘束され、さらに4人がスペイン総督から派遣された探索隊に確保された。ラウザは森の中で、 自分の脇腹をピストルで打ち自殺した。1723年、海賊、フランシス・スプリックス船長は、友人のラウザを自殺に追い込んだ、ムーア船長への復讐を誓った。ありがとうございます。